そうな城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。飯をくれる約束だろう。わかるな。入れてやって。助けてくれ。おい、やしてくれ。門を開けろ。門を開けてくれ。志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜蔵を信じたばかりにみんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美について叔父上に話してくれ。志村様なら資格だよ。今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。志村様によろしく。や藩を討ち取り、竜蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。
あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。守りは進んだか。ああ、いいえ、火事場が動けば間に合います。二人とも頼んだぞ。俺にお任せください。ジン。雅子殿、刺客の手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。叔父上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ。猛虎を一網打尽にいたそう。お主の受けた苦しみ、奴らに味わわせよう。見事な戦いぶりであったぞ。先生のご助力があってこそ。して巴の消息は。明石まで猛虎に手を貸す弓取りの噂がある。巴でしょう。海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだ。では後ほどお供いたしましょう。志村様はなんて？お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。
そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。よし。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です。一言で申せば切れ者の獣。誇りなど微塵も持っておらぬ。言葉を学び生かした。なぜでしょう。本土侵攻に協力しろと言ってきおった。褒美は富と権力に女だ。叔父上に味方を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのようなおなごだ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。いやしい見慣れど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。燃える木とムクロ。消えたものめ。水原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛虎ども。騎兵がいます。押し通れ。で見た兵、ハーンの精鋭だ。北を攻めておったはず。かがり火台は敵の手に。再び火を灯しハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台をすべて取り戻す。Let's go, Turgil!
ぞ。逆手に取ってやろう。弓を構えて。切り捨てろ。皆殺し。
新手は来ないようだ。大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。鷹も一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金たぬきの勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン、待っておるがいい。てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。
元槍川で待っておれ。恩に切るよ。我らの意を示してくれる。ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。産麦谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようで、お話をしたいと。僧兵だと承知した。ロード様の鎧を見たけど、あれじゃ猛虎に勝てそうもない。だから何を拾っているんだ。酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった。不意打ちに遭い、生け捕りにされ土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず常言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後奴らはついに私の兄炎上を。援助、守り手の。そのような最期をたけきそうだったが。良き兄でした。お主は。ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものが。どうであった。伏寺は無事です。赤島の楠氏の村も、産麦谷も猛虎に抗っていると聞きます。
ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか。杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。楠氏を救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の楠氏だと言われています。赤島で会おう。